よし。何食べたっけな。中国以外から感染者が出てなかったから。肉野菜この辺りで食べてたんやな、どうせな。もし肉が。今度は中国が2500。そうですね、確か。だよね。これにしようかな。もやし肉ニラ玉炒め定食にでもしてみようかな。まだ中国以外で死者が出てるという情報もあります。ただ感染者数という意味で言いますと。いいですね。昨日は違うところで、はい、魚のなんかアジフライ定食みたいな食べて、昨日は。僕はもやし肉ニラ玉炒め定食。大宮勤務あったんやったっけ。ありました。あ、そうなんや。この前が大宮ですね。あ、そうか。3年ぐらい。あの駅出て右のとこにな、はい、泉屋っていうお店屋のしてる。駅出て正面の今マクドナルドの東口店があるあのあたりに、うん、駅出てて会社側、うん、会社側、会社側、うん、全然行かないですね。そうなんや。泉屋いうところがあって、はい、で昨日来た木村さんとそこを飯食いに行って、はい、だから木村さんと俺以外みんな酒飲んどん、ね、昼間から酒も飲めんねんけど、もう定食とも書いてあんねん でいっぱい定食あんねんで、こういう定食メニューあんねんで、はいはい、あんねんけども、お酒飲んどるやつしかおれへん。ほんでいいんですよね。でこうご飯食べれますよねっつったら、あ、ご飯って言わはて、あの店員の人がみんなもう酒飲む前提。せやね、酒飲むいいですかって、いいですよっつって、で定食食わしてもらった。でもそこ面白くって、一人で来てる人ばっかりやね。一人で来て飲んでるやつが、はい、勝手に隣のおっさんとかと喋っとんのよ。みんな常連なの。そやね。であれや、俺らもね、知らんけど酔っ払いに喋りかけられてそこの中に入って、はい、っていう。あ、ありがとう。いいですよ、食べてくださいね。
ほんまやね。